乾杯、乾杯。ランチもやっとる、11時から2時まで。プルコギ定食900円とかよ。聞き方がわからん。聞き方は商店街の中やん。ここの商店街に来る聞き方がわからん。吉塚商店街って携帯に入れたら出るよ。ここ昔からあるよ。ここ闇市からか、闇市。俺は商店街、東神町しか知らん。あ、同じくらいからじゃないの多分。あ、でもあっちが広いね、長いしね。うん、商店街ね。ヤングな店員さんばっかり、うん、ここおばちゃんは雇ってもらえん。女の子ばっかり。女の子ばっかりよ。うん、いいやん、おっさんばっかりより。ちゃんじゃです。どう、うん、甘い辛い。辛くはない。いや、甘くは、甘くはない。甘くはない。どんぐらいの辛さ。結構本場の味を知ってるんで。うん、あの日本人用やね、うん、これ火ついとる。ついてないよ。あ、火つけな。つけるか。はよつけり。回すだけやな。熱くないよ。つけな。え、引き上げよ。これまだダメを置いたら引き上げ。食べやすいね。辛くない。これかわいいやろ、これね、うん、あのいつも韓国ではあのギャルの店で買うんですよ。ギャルだから。だってさ、50代でおばさんのお店で買ったらおかしいよ、ね、まあね、うん、私だってミセスのお店とか行かないもん。だから俺に買うてこいって。だけミセスじゃないから。あ、来た。ランチ、ランチ。まあ、日本でいう、茶蒸しですね。ちょっと日本みたいにあのサラサラトロトロじゃないんですけど、めちゃくちゃハマる味です。これ大好物で。ハラミさんがちょっと焼けてきましたか。ちょっとホルモンも入れようか。ちょっとね、日本のとはねこれ違うトロトロ感。熱い。うまっ。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。ケランチも、うん、うん、めっちゃ美味しい。もうね、韓国料理毎日でも全然いけちゃいます。てか、あの今朝韓国から帰ってきたんですけどね。熱いよ、めちゃくちゃ。ね、日本の茶蒸しとちょっと違うやろ。うん、美味しかろ。うん、うん、これは美味しい。これ何やったっけ。テールやろ。あー、テールか。これあのビニール手袋はめて食べます。なんで、うん、だってお姉さんがそう言った。あ、そうそうそう、何やってるの。手で持って食べる、しゃぶる、しゃぶる。手で持ってこうむさぶりつく。こうやって焼くんじゃない。うん、焼いてこのまま手で持つんよ。どこやって取るんか。ビニールはみ玉も取るんか。そうだで、やれよ。いや、でも熱いよね。ん、熱いよね。熱いに決まってるやん。熱いけど、でもどうやって使うの。使わない、そういう時は。うん、分かった。あ、キムチはでもね、焼いたら美味しいよ。焼きキムチ。あ、もうこれはいいじゃないか。ここいいかな、うん、赤くない、うん、なんか食べよう。辛味をいただきます。この赤いのが多分辛いタレだと思うんですよ、うん、
豪華多いですね。やばい。やばいね。ああ、おいしい。ちょっと今度はこっちの普通のあれで。どっちも美味しいや。でも辛い方が辛い。うん。うん。テールめっちゃ美味しそう。だけどそのメニューどうするか聞いて。何が？お姉さんこれで食べる？これどうやって使う？これ焼いてから手で持ってね食べるのね。違うの？ほら見てよ、聞いてよかったろうが。でもこれ焼くは焼くやろ。いや焼くは焼くと思うけど。焼く。ん？これ焼いて食べるときに骨がついてるので、手袋して手で食べられた。手で食べるのだから。あ、こう、まあ箸で取ってこう。これがこうなるね。ああ、わかったわかった。ほら、ほら。だって手で持つって言ったろうが。だめ、一旦箸で取らんとも考えんもん。持てるし。じゃあ、持って、ここで。あ？持てる、持てる。いいよ。OK、焼きます。俺は持つ。これさ、これどこについとん？何がこれなかったよ。見えんね。老眼やけ見えん。そこあるやないか。あ、それ骨食べれるよ、それくらいは。食べろ全然いいよ、食べてもらってこれ薄いけん、多分すぐ焼けそうな感じやね、見えるね。うん、めっちゃ美味しそう。ホルモンいいかな、もうまだダメ。いやいや、俺は焼くけど。これいいじゃない。でも多分大丈夫と思う。おお、来た。あ、すごい大きいね。おお、うん、わあ、美味しそう。これはめちゃくちゃ美味しいよ。うん、サムゲタンでもね、あの普通に出してくれるお店は珍しい。骨が出てきた。ん？骨が見えてきたの。おお、これいいよ。食えよ。食うよ。食えよ。これで食べるの。ね、そう。これで肉を手で持って、あの、あ、これ味付けは塩胡椒？いや、これでいいか。これでいいのかな？塩胡椒。あ、これサラサラ。ねえ、うん、この塩胡椒。これほら焼けすぎるぞ、ストラなん。何が？ちょっと待ってって、今塩胡椒入れよう。あ、意外に薄いね。ほんとペラペラ。うん、ね、あ、薄いか。熱いね。なんや、薄いね、熱いね。熱い、骨のところがめっちゃ熱いんですけど。全然モテる理由じゃないか。モテるけど、これもさ、ちぎれんね。硬いね。むさぶりつかないかね。うん、うまい。おいしい。でもお肉、うん、これめっちゃおいしい。
サムゲタンいただきます。今回韓国で食べてこなかった。柔らかいね、これめっちゃすぐ身が取れる。これはそういうものじゃないんか。いやいや、あの結構煮込んであるけどね、うん、お骨が取れる、骨が。ちょっと待って、めっちゃ柔らかすぎる、これ。いや骨も食える、骨も食べれるね、これ食べれる。でもやめとこう。あと、うん、これもあの好みでやっぱ塩コショウ入れないね、うん、骨がいっぱいある。なんだそれは。ついちゃって指が反対なんとったけん、死んなとったみたいな。こぼしそうでさ、あっ熱いけど美味しい。これめっちゃ美味しい。もう分かった。そんなバカみたいな態度。うん。言えないか。今日お腹減った。ハムゲタン結構量があるけどね。これ多分4人くらいでもいいね。めっちゃ多いね。食べよる。あ、食べよるない。食べよるって。5年という山盛り。いや、食べよるって。食べよる。食べよる。うん。でも骨噛める。どんだけ煮込んだら、ねえ、すでに柔らかくなるだろうか。うん。うまっ。ホルモン、ホルモンわわ言うたってから食べろよ、ホルモン。分かっとる。どうもホルモン食べた、昨日。え？そこでもホルモン食べた。ホルモン美味しいね、でも。もう毎日でも食べれる。ホルモン大好き。うん。私ホルモン担当。あ、ちゃちゃ、ちょっと。飛んだよ、ね。取らんでいいってそげん。もう食べれるよ。いや俺は何を食べるよ。ああ怪しくていいね。どれがお菓子かいな。これお菓子じゃない？そうですね。これお菓子？ココナッツや、うん、美味しそう。これ何が違うっちゃろ。それはココナッツで、これもココナッツよ。ん？何が違うっちゃろ。これココナッツじゃない。あ、本当やね。ココナッツが美味しいよね、うん、これと、うん、あとはこれ何なんやろ。タバコ、なんやろか。タバコっぽくない。フレバーって書いとるやん。タバコや。おかしい。これお菓子やない？これはお菓子じゃないと思う。これお菓子や。これと、あ、この辺や、うん。ポテトチップとかやね。これ。あ、そうですそうです。これや。これがちょっと辛い系。これ辛い系。はい、あとは？あとは何？ちょ、お兄さんここに置いていい？ね。それと、ここゆらめんとか。甘いもんか、むしが辛い、どっちがいいですか？甘いお菓子もあるんですか？生で最近もう祭りに限定で入ってるんで。わ、ここすごいね、いろんなんがある。これ何？それ入れるのもう、まんじゅう？祭りで使える、食べられるのですね。これキャシュナッツのミルク混ぜて作ったバーフィティですね。バーフィティ？
キャッシュナッツ。餅？はい。餅じゃないですね。全然違うやつですね。キャッシュナッツ。あ、カシオカカシ、カシオナッツ。カシオのペーストで焼いて、うん、あとミルクとか。甘い感じ？甘い。あ、チョコ。これこのまま食べるの？そうですね。そのまま。これこのまま。で、ちょっと高いけど、うん、一番おすすめは、うん、これ。これあと2種類しかないので。え、高いっていくらするの？これ1500円と2000円ですね。なんこれ？これ、これを一番甘い。美味しい。甘いじゃない。一番美味しい。何でできてるの？これ、キャッシュナッツ、牛乳と、あと、なんか入れるものが。いろんなものが入っとんの。24時間までずーっと作って、うん、なんか水、あの、牛乳のとこなんか水っぽいがなくなって、うん、固くなってくるんですよ。そこにまだあと違う入れるの。もの混ぜて作るんですね。こっちは？これバーフィン。これの作り方はちょっと知らないですね。これなんかでも美味しそう。こっちの方が美味しそう。これ魚に見える。うん、これなんかいろんなものがあるね、ここ。はい、なんかこれ全部混ぜるんですよ。明日から混ぜる。すごい。水タバコとかもある。はい、これなんでも屋さん？すごいね。神様もいっぱいおるやん。ここはどこの食材ですか？ネパールですね。あ、ネパールのね。へえ。あ、あのクッキーも、これクッキーやろ？これ違うの？これこの前なんか名前忘れたけど。ココナッツって書いとるよ。芸能人さんが来て食べて、うん、すごい人気になって。へえ、本当じゃあ美味しいじゃん。めっちゃ美味しい。はい。お願いします。で、これ3つですね。うん。ここはネパールのあのいろんな食材とかなんか雑貨とかお香とかも置いてますね。うん。うん、日本語通じますよ。ね。まあ、ぼちぼちです。ぼちぼち。なんかわからんのがある。これ何？これ。それ祭りの時、これ油に焼いて食べるんですね。ラーメン？いや。まあまあ、すごいね、なんか色が。名前わかんないですね。お菓子？お菓子です。いろんなんがあるね。これ食べてみなわからんよね。どげな風か。カタカスのオアシススナックファーストクラスがリニューアルしたそうですっていうのが、ちょっと壁に車がぶつかってきて穴が開いてたんですよ。めっちゃ壁綺麗になってます。ちょっと中に行きたいと思います。お邪魔します。あ、なんか綺麗になっとる。おお、なんかすごい。あ、すっきりした。うん。おお。あ、ママこっちも？そう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 よそう。なんかシンプルになった。弟がね、今度からもう一緒に富士フライからするとや。今起用件。弟？弟がね、弟は泣かせずっと商売してた、うんうん、ママの弟？そうそうそう、だけどあんたみえちゃんが紹介するけんたって、うん、イケメンやほんとママの弟ってイケメンやろねえねえで今から起用ほんと楽しみに、ちょっとみえちゃんにね、うん、みえちゃん俺もしょ、うん、みえちゃんあんただけあんたあれしてもらいにしゃいだこういう仕様イケメンとうん、楽しみ、うん、じゃあ乾杯ママ、うんはいはい、あ、ちょっと待って。みんなで乾杯。あ、乾杯、乾杯。乾杯。リニューアルおめでとうございます。だけど弟はほらあれしてね、あの今度から早い時間からするけんって。顔似とろ？どうやろ、もう今から来る。エキゾチック系やろ。ジャパンやろ。言っとったでよ。ね。めっちゃ綺麗になりました。ママの弟さんです。どうも、初めまして。初めまして。初めまして。でもなんか爽やかな感じですね。うん、ママにでも雰囲気が似てある。兄弟やと、まあ、兄弟やからね。同じ電車やけんですねいや、あのどんな方が来るのかなとワクワクして待ってました。うわ、やめてください夜ずっといらっしゃるんですよね。夜だけです。何時から何時までですか？9時から。クローズは何時までですか？2時か3時まで。あ、でもいいですね、それぐらいまで飲めるんだったらですね、はい、うん、またママと違った雰囲気で、まあそうですね、うん、なんかシックな感じですね。あれでしょ、なんか謎の箱でしょ。え、開かないやつ、なんか
開けていいの？セリーヌが3位やけどね。いや、なんかおるもん。パッと開けて。あ、怖い、ちょっと待って。パッと開けて。あと、渡し方下手。パッと開けて。そんな謎満載に渡されたら誰も分かんない。そうそう。うわ、気色ある。騙された。なんか出るやろうと思ったけど、気色ある。びっくり。このディープな街の有名人、一番下の弟です。一番下の、いやいや、あのいろんなディープな話ちょっと聞かせてください。いや、それで言われないでしょ。いろいろ聞きたいね。ダークなのじゃなくてディープな話です、うん、そうそう、ダークじゃなくてもいいし、うん、ずっと夜街の話は僕あんま知らないです。へえ、中洲も長いんですか？中洲も39年います。あ、じゃあ結構な中洲を見てきましたね。17からいます。17か。え、じゃあパブテニスクラブとかあった頃？パブテニスクラブ、なんかほら昔 CM であったやん、パブテニスクラブの。テニスクラブありますよ。それ。あります、あります。ありましたよね、ワクワク孫悟空とか。あります。そんな時代。ロンドンの。あ、ロンドン、キャバレー、ハワイ。ロンドン知っとる？知らんね。知らないです。若い系知らんね。若くないです。昔雑誌のカバーにもあったね。ロンドン、そう、A 館、B 館、C 館とかある。はいはい。映画館。違う、映画館じゃない。いや、要は表向きキャバレーやけど、裏があるんですよ。裏行ったら手でしてくれるんです。え、あれキャバレーじゃないの？違うよ、キャバレー表向きは。でも裏、奥がある。ランパブの上級者バージョン。ランパブじゃないだけど、要はピンサロのオープンバージョンみたいな。孫悟空の横にキャバレーがある、はいはい、表向きは。まず孫悟空も知らないですけど。孫悟空、お前抜くとこや。南新地じゃなくて中洲側にあるんですか？中洲のど真ん中あった。昔、なんか、噂は聞いた。全然知らない。あれ、昔いっぱいあったんでしょ？いっぱいあった。なんか、雑所がまだ賑やかな頃。その僕、大通りにあった。地下に。マジですか？うん。え、そこ行きよったの？いや、行ってないですよ。いや、いい。大丈夫。やばい店もいっぱいあった。やばい店は、うん、どんなやっぱ私ね、でもね、カジノとかも連れて行ってもらったことある。あ、カジノいっぱいありますね。中洲の地下とかにあった。カジノは全然やばくないです。あ、あれいいの？全然 OK なの？ OK じゃないです。あ、あ、違法ですよ。じゃあダメじゃん。違法。ダメの概念がちょっとディープすぎる。ほんとやん、ね、他に やばい店聞きたいね、はい、どんなやばい店がありましたか？そんなやばい店ないですよ。ぼったくりの店ぐらいでしょ。え、どんぐらいぼったくるの？自家でぼったくり通りってあるんですよ。どこ？あ、日で分かるかな。え、どこのこと？ぼったくり通りって知らんね。知らないです。今も？いや、今はないです。当時？当時。どこの通りのこと？ちょっと待ってください。チンヤだろ、チンヤ。うん、チンヤある。チンヤから、うん、こう丸源36の方に入ってくれる、うん、細い道、うん、入ってすぐ右にこう大通りに出る道がある。あのお通だろ、ここ。はいはい。あの夕ビルの横ですね。夕ビル、あ、細い道で、はいはい。あ、たこ焼き太郎からこう行く。ああ、あの通り。あれぼったくり通りっていうの？そげんぼったくりよったん？ぼったくりよったみたいね。あそこはちょっと、まあ、何々組っていうのが見よったけど。ああ、当時ね。そうそう、通りでこう、うん、あるんですよ、うん、どこが見よう、あれが見よう。え、今ってみかじめとか今もある？今ないですよ、ほとんどないです。ないんだ。昔は結構あったんでしょ？昔はめちゃくちゃあったです。みかじめ料払わんと。払わんとですね、うん、怖いね、昔ね。よかったですよ。よかったね、分かって。知らないよね。いろんな時代を見てきとんしゃーけんね、すごい。へー、でもじゃあなんかあの南新地の中に質屋とかあるでしょ？ある。玉屋。玉屋がね、今もあるよね。今もある。何か見たことある。え、あそこに行く人って中洲の人が行くの？普通の人も行く。新地の中に、うん、南新地に生まれた人って結構いるんですよ。すごいね、それ。そう、新地生まれの人ってだけ多分家があったんでしょうね、前昔は。はあ、料亭は一軒残っとるもんね。料亭はあれもう終わったでしょ？いや、あれまだ入っとるじゃないかな。あの川のとこでしょ？そうそう、中央島の。でも最近なんか見たことないけど開いとるの。いや、あそこ開いとるじゃないかなと思う。あ、そうなの？屋台の前ぐらいでしょ？うん、まんまでっかいね、敷地ね。結構広い。うん、うん。でもあれはあると思う。あ、そう、そうなんだ。へえ。なんか昔はね、よく家出少女とかがなんか仕事に来てたんでしょ、新地とか。
しよったみたいですね、うん、なんかいろんな話を聞いたことがある、うん、俺新地にあんまり行ったことないから。どこに行ってたの？どこにも行かないなんか、まあ、中洲もあれだけど結構雑所もちょっとやばい雰囲気だった昔。雑所は、うん、元あそれ雑所も結構多いっすね。そのピンクのなんか怪しい系のね、怪しい系めちゃくちゃ階段登ったとことか、うん、今もうちょっと怪しいなと思う店が数軒あります。まだ残ってると思う多分。なんかほら一旦引き上げたでしょう。だけどまたありますよねきっとね、うん、中洲に多分出る前になんか雑所でデビューしてからみたいな話も昔あったでしょ。これ中洲より、うん、あ本番戦見せて雑所の方が早いと思う。あ、そうなの？多分そうかも。本番なしの店中洲？いや、雑所の方が早いんじゃないかな。もうなんか結構大昔はなんかあれ撮ったって言った。あれ撮ってたの？そんなにいっぱいある、うん、そうなんだ雑所ね。あとでも福岡、あ清川昔いかがわしいとこいっぱいあったよ。清川はガラが悪いですね。まあね、まあ、今でさえアクセスが良くてね。33ですか。福岡でなんかヤバい地区ってどこだと思いますか？ヤバい地区、うん、もう30代だと分かんないですかね。もう分かんないと思うね。この地区はちょっとガラ悪いとか。北九州なんですか？北九州はもっと上を行きますかね。北九はやばいというか、まあいろいろね、うん、そう北九もディープな街歩きで結構歩くけど、いや北九はすごいよ。楽しいですよ。あ楽しい、そのやばさが楽しいですけど。あじゃあ福岡はあんまり知らない。やばいところでそんな人間がさ、やばくない。そうです、ね、わかる、はい、普通ですね、うん、普通になる。ここら辺ですか、住んでる。それはそうです。あのサンパレスの、あ、地高の方ですよね。二条町とかあの辺や。まあ、そこら辺もね、結構ね、別に優しめないですか、今日上品ぶっとるでしょ。あ、少しねでも若いよね。若いです。髪があったらね、うん、あ、髪があるけん。ひでぐらいまで伸ばしたら、ぶわーって白いなる。マジですか、うん。でも派遣権いいやん。増やしたんそうです。え、薬飲む。え、な、生えたの？俺成功者やん。成功者。でもさ、あの成功者やん。へー、あの薬飲むとさ、他のとこも毛生えるやん。生えるよ。そうやね、うん、うん、それはよく。ちょっと濃くなる。うん、え、本当に生えたの？生える、はい。本当はもともとつるっぱげ？やばい、つるっぱげじゃない。 MG でもやばかった。へえ。俺ジョーさん知り合っても10年くらいになるんですけど、そのやばい時ね、その前にしたの。いや、お前たち気づかんとよ、前会うけん。え、でも全然分からんよ。やばかったもん、あのコロナ、ちょっとコロナの時に、はい、店休むんやん、はい、中洲が休みやったら、はい、暇やん、はい、携帯で遊びよって、はい、あの広告で上がってくるやんと、はい、いや、あの広告は需要がある人に出てくるやん。一回も出てきてくるって思うね。飲んでみるかって、うん、騙されてみろと思って半年間で、まあ、4,000円ぐらいでいいかも。安いね。安かった。え、でもそれで毛が生えたらいいやん。もう生えとうやん。すごいっすね。むしろふさふさ。やめられんの。いや、ふさふさよ。ふさふさまでいかんすよ。でもあれからしたらちょっと生えたかも。その昔の写真を見せてもらわんとどんぐらい変わったかわからんけど。僕一回も傷影やなと思ったことないです。頭だけ見せろか。頭だけ、うん、こんなもん。これちょっといい？こう、それも気づく。嘘やん。本当だよ。え、これ誰？いや、これはこれ一緒に飲みよって本当にこれ気づいたらいじっとん。え、これ違う人やない？ジョーさん、マジで俺なら身長高いって上が見えてる。あ、そういうことっすか。マジで。え、じゃあめっちゃ生えとうやん。え、すごいよ。外国の趣味に。え、ちょっと見せてください。あれね、あんな人が多い。え、全然違う。俺何者だったもんね。そうなんですよ。ママ、カンドラ毎日見てる。いいよよ、バカや。え、一日何本ぐらい見るの？バカな時に10時間ぐらい見たら。10時間？じゃあ朝からずっと見る。いや、結構止まらんとよ。してね。え？してね。まあ、もう今日は休みようかなって見る。
楽しかろうでも楽しいよ。ちゃんとバクチャーなのにパチンコらせんじゃけど、かけ応えは一切せん。安上がりやね。男より女やね。せん、それはなんで、この商売しとったらお客さんのお金を使わないとかお金待ちかぶ。待ちかぶるけんね。せんせん、それは。帰りがけの人とかだけど。絶対せん、それ。今日もカンドラ見るの？じゃあお父さんの結婚なんだ。今日見られんだ。あいちゃん、明日6時起こさないかい。あ、じゃあ今日は今日疲れてる。ちょっとビール飲んでただいぶこう血液の循環なんでよ。なんかちょっと今日酔っとる感じがする。いや酔ってないよ。酔ってない。酔ってない。なんか今日さ、いや髪型が違う。まあ2杯しか飲んでない。酔ってない。疲れどうぞ。本当。ママ髪型変えた？いや変えてないよ。なんか暑くなって、あ、涼しくなって下ろしただけ。あ、そうだ。いつも。そうお団子にしとるもんね。オードリー・ヘップバーンみたいなね。そうやオードリー・ヘップバーンみたいや柴田理恵。